現在のキックボクシングには大きく分けて2つのルールがあります。パンチ、キック、それから肘打ち、膝蹴り、組みついた状態での膝蹴り、これらが許されるルールと、パンチ、キックで、掴んでの攻撃、これはなし、肘打ちがなし。この2つのルールの違いにより、ディフェンスの仕方や構えの仕方が異なってきます。ここではそれらを構えによって出しやすい攻撃、またディフェンスしやすい構え、メリットデメリットを考察し、対別して傾向を導き出します。あくまでも参考にしていただいて、これらをヒントにしてキックボクシングのスキルアップにつながればなと思います。このルールの特徴としては、まず長い攻撃から始めて、徐々に相手との、展開が拮抗してきた場合には、だんだんと近い距離になって肘膝の展開になっていくというような形ですね。まずはジャブ、それから前蹴り、軽い蹴りで、少し相手の出方を伺いながら、ディフェンスの反応はどうかなと、甘くするところは、引っかかる場所は、距離感は、こういうのを探りながら、いきなり大きいのを振るっていってもディフェンスされる可能性が高いので、まずは長い技で、しかも軽い攻撃で、徐々に展開を速くしていきます。もちろん組んでの攻撃も OK ですね。最初の段階ではまずは、長い距離からだんだんと拮抗していったら近い距離、これが特徴です。はい、ではアップライトスタイルの特徴をもう一つ説明します。アップライトはガードが高いためにサイドからのパンチには非常にこうディフェンスとしては優れています。ただし若干こう構えを開いた状態をキープするので、下からの攻撃には少し難があります。それから腰高で、なおかつこの後ろ足重心になっているので、こちらの奥の方の足、いやこれまたディフェンスの難があります。で、攻撃の特徴としては、まずは長い技からですね、長い技から入っていって相手との距離感を探る、相手の出方を探る、それからこういうので誘い出してどういう反応をするかを見るですね。でパンチも割と長いパンチを使ってくるですね。特に肘やりの場合には長いパンチね、長いパンチを使うことで蹴りもつなぎやすい、指もつなぎやすい、距離がうまく噛み合うことですね。で逆に、じゃあ近い距離は、肘打ちの場合、肘やりの場合ですね、近いパンチが必要かというと、もうこの距離になってしまえば肘を出す方が早い
距離になってくるので、パンチは少し長い距離を使ってくるんですね。こういったところは特徴になってます。